ロズのラファエル・モンテロが DFA に、アストロズのラファエル・モンテロ投手は7月31日、日時間8月1日、DFA、事実上の戦力外となった。3年3450万ドル、約51億4800万円の2年目で、今季は41試合で、防御率 4.70 だった。まだ来季の1150万ドル、約17億円の契約は残っているが、チームは放出する決断を下した。2021年のトレード期限で、マリナーズから移籍し、2022年は71試合で、防御率 2.37 の好成績をマーク。オフに FA となって再契約を結んだ。昨年は68試合に登板も防御率は 5.08 だった。33歳のモンテロは再契約から昨季と今季の計109試合で防御率 4.94 と契約前のような成績は残せなかった。50登板に到達すれば10万ドル、約1500万円というインセンティブも受け取ることができなかった。米メディア、CBS は、アストロズは契約をドブに捨てるとの見出しで報道している。アストロズは6月に、ホセ・アブレイユ内野手を3000万ドル、約44億7700万円以上の契約を残して DFA とした。アストロズは、アブレイユとモンテロが契約を結んだ時は、ジェームズ・クリック GM が、ジム・クレインオーナーと対立して辞任。この2選手は、クレインオーナーが直接交渉して獲得した選手だった。米最大の移籍情報サイト、トレード・ルーマーズは、アストロズは、モンテロのトレードを画策していたものの、失敗に終わった。成績を考慮すると、驚くことではないと説明。残る契約と成績からウェーバーで獲得するチームは間違いなくいないと厳しい論調だ。フルカウント編集部。